Ow! It's sunny today. Woo! It's sunny today. ああ、皆さん、こんにちは。次は誰でしょう？スティービー・ワンダーではないんですよ。私は空飛ぶひよこ、ティンちゃんです。わあ、これは何ですかね。これはみかんですよ。これは英語で何て言うか分かりますか？アメリカで。これはオレンジと思ってるやろ。でもオレンジではない。オレンジではないんですよ。これはオレンジよりもっとちっちゃいから、これはアメリカでタンジェリーンと言います。みかんを英語にするとタンジェリーン。これから美味しい季節ばい。繰り返しましょうか。タンジェリーン、タンジェリーン。グレイ、素晴らしい、フォンキーフレッシュ。じゃあね、花畑演芸公園に多分面白いものが多いけん、一緒に見に行きませんか？ハハ、レッツゴー。こちらは花の大王室。あったかい国のさまざまな植物が植えられていて、南国の香りがいっぱい。わー、ほら、綺麗な花見つけたんですよ。これバリバリすげえ綺麗だね。これは本当に It's beautiful ですね。綺麗なものを見つけた時は It's beautiful。 持って帰りたい。でも多分それがダメですね。ダメ。ほら、これ見つけたんですよ。これは何ていうか分かります？やはりもう書いてあるんですね、名前が。サボテンか。サボテン、なんかテレビでなんか大きいやつ、見たことあるけど、でもこれがリアルタイムだね。テレビではな、テレビだけど、でもここはテレビじゃないね。これどういう感じ？もアウチ、アウチ、痛い。もアウチはね、アメリカで痛いという意味。痛い時はアウチ。サボテンに触っちゃダメですよ。せーの、グッジョブ。今日のおさらい、みかんはタンジェリーン。綺麗なものを見たときは It's beautiful。 言いたいときは覚えて。今日の覚えた英語必ず使ってみてね。特にティンちゃんと出会う場合はですね。じゃあまた今度。 I'll see you on TV baby。